ワードプレスってすごく分かりやすくて、誰に対して文章を書くのかっていうのを明確に切り分けができるツールなんですよ。そういうふうには売り込んでないですけど、ワードプレス側は。ワードプレス使うとすぐ分かるんですけど、固定ページっていうのと投稿ページっていうのがあるんですよ。漢字が書けない。これ単純に言うと、投稿ページっていうのはいわゆるブログの記事を書く、その記事そのものです。書き溜めていくタイプで、カテゴリー分けとかされたりとか、日付で分けられたりするじゃないですか。何年何月の記事一覧みたいな感じで、カテゴリーが2018年、なんかこうカテゴリー分けされてるような、記事が溜まっていくようなイメージの、まあもともとブログツールなんでそうなんですけど、そういうタイプのページと固定ページって言って、要は投稿されるたびにどん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 流れていく、フェイスブック的なそういうものじゃなくて、一回ページ作ったらずっとそこに置いておけるっていうようなページも作れて、これをまあ使い分けるとすごくいいんですけど、固定ページでやるのは、お客さん、見込み客に対しての記事です。見込み客とか顧客、この辺の違いって説明いるかな。見込み客ってこれからお客さん買って物を買ってくれるだろうなって人で、すでに買った人も含めて、お客さんに対して自分の、その要はここで自分自身のこと、自分の農園のこと、商品のこと、自分のこだわりっていうのを書いて、常にその場所にある状態で置いとくんですよ。で、それにプラスして、まあ記事を増やしていくっていう話で、ここがもちろん見込み客に向けて投稿ページ書くんですよ、役に立つ記事を。で、まあお客さんにとってももちろん、すでにお客さんになった人たちにとってももちろん役に立つ情報なんだけど、もう一個あって、これがさっき言ってた集客の部分なんですよ。 Google さんです。 Google さんに向けても記事書かなきゃいけないんですよ。要するに検索エンジンなんですけど、検索エンジンに評価してもらわないと、お客さんはそのページを探すことができないんで、探せるように何かキーワードを打ち込んで、検索結果出ました、1、2とかっていう、そのあたりに表示してもらうために、Google さんに評価される記事を書かないといけないんですよ。それは固定ページだとなかなか難しいです。完全にお客さんに対して売り込みのことを書いてるんで、それは世の中に対してパッと見せた時には、お前売り込んでるだけじゃんって、世の中のための役に立ってないじゃんっていう見方されちゃうんで、固定ページでは Google さん評価されないです。だから企業のページとか、企業のホームページとかで5ページ10ページぐらいで、会社概要で商品の説明でってやってる、ああいうホームページは1日10とか20とか、中小企業だとあんまりアクセスないっていうのは、ここに向けて書いてないからなんですよ。だから投稿ページで、イメージ湧かないかな。例えばうちだと、うちは有機野菜、有機野菜って言っちゃダメなんです。無農薬野菜を売ってる農家で、それを買ってほしいわけですよ。で、じゃあその僕が売りたいお客さんはどんなことで悩んでて、何を知りたいのかっていうのをまず考えて、じゃあその無農薬野菜っていう
って言うけど、無農薬野菜と有機野菜の違いって何っていうような悩み疑問を持ってたとすると、そういうページを1個作るんですよ。タイトルで有機野菜と無農薬野菜の違いとはみたいなのを書いて、それについて、まあ、丁寧に説明していくんですよ。そうすると、あ、この記事って Google さんから見たら役に立つ情報を書かれてるなっていうふうに感じるんで、こういう役に立つ記事がたくさん溜まってくると Google さん評価するんですよ。あの、無農薬野菜と有機野菜の違いについて書かれてるページが世の中にたくさんあったとして、このページが一番いいって判断すれば検索結果の一番に持ってくるんですよ。実際僕のページ一番に来ます。有機野菜、無農薬野菜違いって入れると出ます、すぐに。で、このページなぜか有機野菜っていう 単品のって言わないか、単独の単語で有機野菜って入れると結構上に来るんですよ。 だいぶ評価していただいている感じなんですけど、検索されるためには ここを意識しなきゃいけないっていうのは非常に難しいです。これがすごい手間がかかるっていう話なんですよ。大丈夫ですか？質問今のうちにこの時点であれば。もしあればどうぞ。先ほどのワードプレスの前ページと投稿ページっていうのは、はい、こう見てる側っていうか、表示として完全に分かれてるんですか？見た目はほぼ一緒ですね。だ作る側の意図として別のように見せることはもちろんできるんですけど、色変えたりとか少しその背景色を変えるみたいなのはできるんですけど、それほどパッと見違いはわからないです。書いてる方が、書いてる人が内容をどっちに向けて書いてるかっていう、固定ページに入れるのは自分自身のことです。で、投稿ページに入れるのは世の中の人にとって役に立つ情報を載せるので違うんです。内向きか外向きかっていう話で全然違うんですよ。でもパッと見わからないです。もちろん見た目はあのページの中で親切にサイドバーとかでとかメニューとかでカテゴリーがあって、あの野菜の安全性についてっていうカテゴリーがあるとか、野菜の歴史について書かれているカテゴリーがあるとか、そういう分けられてればすぐ分かるんですけど、そうじゃなければパッと見は分かんないです、まあ、でも分けた方がいいです。もちろんあの常にお客さんのことを考えるんで、そのホームページに来た人がページのサイトの中で迷わないようにしないといけないんで、何か一つ記事を読んでもらって、また別の記事読みたいなって思ってもらった時にどこ飛んでいったらわからないっていう動線がはっきりしないのはそれは不親切なんで、常に親切に、いつの間にか、あ、注文ボタンあったみたいな、押してみようかなっていう流れを作り出せるように、商売なんでそういう流れを作っていかなきゃいけないっていう話ですね。僕これ言っていいのかな、あの僕投稿ページいっぱいあるんですよ。最強の脱サラ新規収納両方あるんですけど、の方って多分 200ページとか150ページ200ページぐらいあって、その記事あるじゃないですか。タイトルがあって役に立つ記事、農業やりたい人向けに役に立つ記事があって、その下になんかまたそれっぽく記事続いてるように見えて、また別のタイトルがあるんですよ。今回の話だと何がいいかな、ホームページを作るにはみたいなのがあったとして、
タイトルあって、ホームページの作り方について書いてある。で、野菜セット農家になるにはどうしたらいいのかなみたいなのはいきなりここ来るんですよ。でまた読みたそうな記事があって、続きはこちらとか書いてあって、こっからセールスページに飛ぶんですよ。ざーっと読んでって、ちょっと違和感多少あるんですけど、ざーっと読んでって続きこちらって読みたくなって飛んだら商品売ってたりするみたいな構成になってて、それ各投稿ページに必ずセールスページに飛ぶリンクが貼られてるっていう仕組みになってるんですよ。これあの、いや一回やって分かったんですけど、バナー広告って分かりますか？ホームページの中でこうなんか画像でリンク貼ってあって、こっち飛んでくださいよって、いかにも広告っぽいやつってもうみんな今擦れてるんでクリックしないんですよ。だいたい、あ、これ人によってとかページの構成で全然違うんですけど、例えばホームページに、このページに1000人の人が見に来たら、これボタンあっても怪しくて、例えば10人しかクリックしないみたいな感じなんですよ。でもずっと文章を読ませていって、続きこちらっていう流れでここクリックするのって、1000人来たら100人とか300人とか結構違うんですよ。それやってみて分かりました。だから僕最初こう文章を書かせて、ここに画像でリンク貼ったんですよ。全然クリックされないです。商品売れないんですよ。だからそれを読ませるように変えたら全然変わったんで、要するにそのトップページがあって、各ページがあって、投稿ページ、まあ、固定ページと今置いておきますけど、あって、だいたい普通は要はそのセールスページが別で用意されてるから、この記事を読んだ人がトップページに戻って、あ、商品あるんだなっていう流れが割と一般的なんですけど、サイトの中であちこち飛んでるうちに離脱する確率どんどん上がっていくんで、もう常に全部からセールスページ飛ぶ仕組みはあった方がいいと思います。これはテクニック的な話なんで、この話こういう感じですね。ホームページに訪れてきた人1000人いたら、そこからセールスページに飛ぶ人はその中の一部、例えば100人の人がいわゆる売り込みのページに飛んできて、でそれを見た人が買う人は1人だったりするわけですよ。ここの数字の比率が制約率ってよく言われてて、売り込みのページを見た中で注文、まあ問い合わせとか注文する人何人いるか何パーセントいるかっていうのが制約率って言ってて、あのさっき販売の方でセールスページ、ランディングページ難しいよって話してたんですけど、そのセールスページの制約率一つで売り上げが全然変わるんですよ。1個売れるのか10個売れるのかで売り上げ10倍違うんで、ここすごい大事だから、セールスページ専門の人がそういう職種があるっていう話なので、例えば1000アクセスあったとしても売れるのが1個っていうのが普通なんで、とにかくやっぱりアクセスは多い方がいいのは確かなんですよ。ここ 1% 物を売るんだったら 1% ぐらいです。きっと 10% あったら ありえないぐらいの数字です。 5% でもかなり優秀だって言われてるので、もちろんその商品の金額とかにもよりますけど、だから1日100アクセス、もし全体で100アクセスあって全部をセールスページに飛ばす仕組みがあったとしても1日1個売れるかどうかっていうのは普通だと思うんで、アクセスは大事ですね。